はい、皆さんこんにちは。本日紹介する iPhone のアクセサリーはこちらになります。イヤホンです。イヤホン、最近ね、ちょっと私イヤホンのレビューを立て続けにしてるんですけど、はい、これ一番の特徴は、うん、今までつけた中で一番フィット感がいい。へえ。一番ね、なんか私の耳に合ってるっていうよりも多分皆さんそうだと思うんですけど、うん、しっかりとつけられる。見てもらっていいですか。じゃん。なんかここに角みたいなのがあるでしょ、はいはい、それを耳のここのところにカチッと引っ掛けるんですよ。へえ、面白い。でインヤータイプになってるんですね。だからね、外の声とかもちゃんと聞けるっていう。へえ、うん、そういうのとか。カチさん聞こえますか。いや全然聞こえる、全然聞こえる。いやね、ほんと外の声とかも聞けるんで、なんか安心して使えるのかなって。っていうのはですね、これスポーツイヤホンなんですよ。水にも強くて汗にも強いっていう、このね、防滴仕様にも なっていて、はい、なんとコラボしてるのがスポーツメーカーアディダス。おお、アディダスのマーク見えねえって。ここにね、アディダスのマークなんですよ。アディダスとこのゼンハイザーがね、コラボしたっていうね、イヤホンなんですよ。うんうん、フィット感が良くて、その外の音が聞こえるっていうことで、やっぱり安全だよね、こうやって走りながら使ってても、うん、うん、というイヤホンで、また値段がね、めちゃくちゃ安いんですよ。アップルの純正ってイヤホン買ったら2000円ぐらいなんですね。2000円か3000円とか2000円とか3000円とかそれぐらいなんだよね、うん、で、それにプラス1000円ぐらいで買えるんですよ。おー、アディダスが。アディダスがで、なんかデザインとかも可愛いじゃん、うん、だから本当にスポーツを目的とした、要はランニングを目的として、うん、はいはい、なんかその時に音楽聴きたいなっていう方におすすめ、うん、で、これ専用ポーチもついてて、アディダスもついてる。おー、こんなのとかね、スポーツをする時のイヤホンを探してるぞっていう方はね、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。ほんとフィット感がいいよ、これ。